ジョージ・ストーンマン・ジュニアはアメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争の時は北軍の騎兵将軍だった。1883年から1887年までカリフォルニア州知事を務めた。ストーンマンはニューヨーク州バスティにある家族の農園で10人兄弟の最初の子として生まれた。父は製材業者で治安判事を務めたジョージ・ストーンマン・シニアであり、 母は、キャサリン・レベッカ・チェーニーだった。ジェームズ・タウン・アカデミーで学び、1846年に、ウェストポイントの陸軍士官学校を卒業した。ウェストポイントの同期には後に、南軍の将軍になった、ストーンウォール・ジャクソンがいた。最初の任務は、第一アメリカ隆起兵隊であり、この部隊と共に、西部やカリフォルニア州で勤務した。モルモン大隊の補給係将校となり、 レブンワーストリデからカリフォルニア州サンディエゴまで行軍した。インディアン戦争を戦いながら大陸横断鉄道のためにシエラネバダ山脈の地図を作る測量隊を任された。1855年3月に第2アメリカ騎兵隊の隊員に昇進した後、1861年までは主にテキサス州で勤務した。南北戦争が始まった時、ストーンマンは テキサス州ブラウントリデを指揮しており、そこに新しく樹立されたアメリカ連合国当局に降伏しろというディビット・イート・イィックス少将の命令を拒み、部隊兵の大半を率いて北に逃亡した。東部に戻ったストーンマンは第一アメリカ機兵隊の少佐となり、バージニア州西部でジョージ・マクレラン少将の副官になった。機兵隊が ポットマック軍に組み入れられていたので、騎兵予備隊、続いて、騎兵手団を指揮し、騎兵隊長という肩書きになった。1861年8月13日に順将に昇進した。戦闘における騎兵の適切な使い方に理解がなく、小さな部隊にして、不評旅団に付設させたマクレランとは、折り合いが悪かった。この組織では1862年の、 半島方面作戦や7日間の戦いでは、働きが悪く、南軍の J.E.B. スチュアート少将のもとに、集中させた、騎兵隊が北軍騎兵隊よりも、はるかに働きで勝った。1861年11月22日、ストーンマンは、ボルティモアのメアリー・オーリバー・ハーディスティと結婚した。夫妻には4人の子供が生まれた。半島方面作戦の後で、ストーンマンは、 不評体の指揮官となり、第二軍団と第三軍団の一個師団を率いた。フレデリックスバーグの戦いでは、第三軍団を率いた。1862年11月29日には、志官兵の少将に昇進した。しかしフレデリックスバーグの後で、ポトマック軍の指揮官は新しくジョセフ・フッカー少将が引き継いだ。フッカーは、 騎兵軍団を集中させることの戦略的価値をよく理解しており、ストーンマンにその軍団指揮官を指名した。集中された騎兵軍団は敵の領土内に長い襲撃を行うことができ、物資の供給性を破壊し、敵軍に関する情報を集めることができた。この軍団は小さな不評部隊の指揮官に従属する必要がなかった。チャンセラーズビルの戦いの作戦は、 戦略的に大胆なものだった。フッカーは、ストーンマンにその騎兵軍団で、ロバート・ E ・リー軍の後方を深く入り込み、重要な鉄道や供給線を破壊し、リーの目を、フッカー主力の攻撃から反らせるという重要な役割を与えた。騎兵軍団は1863年5月に良い、スタートを切ったが、ラピガン側を渡った後はすぐに行き詰まりになった。戦闘全体に果たした。 ストーンマンの功績はほとんどなく、フッカーはそれをチャンセラーズビルで北軍が敗北した主要な理由の一つと考えた。フッカーは自分から批判の矛先をそらす必要があり、ストーンマンを騎兵指揮官から解任し、治療が必要という理由でワシントン DC に送り返した。ストーンマンは7月にアメリカが衆国騎兵局長となり、騎乗の仕事となった。ポトマック川沿いにある 大規模な騎兵補給所と訓練所は、ストーンマンの栄誉を称えて、ストーンマンキャンプと名付けられた。1864年早く、ストーンマンは、ワシントン守備隊任務に我慢できなくなり、旧友で、オハイオ軍を指揮していたジョン・マカリスター・スコフィールド、少々に野戦指揮官職を求めた。はじめは、軍団長を予定されたが、騎兵軍団の指揮を取ることになり、その軍団は、 オハヨ軍と呼ばれるようになった。ウィリアム・シャーマン少将の下でアトランタ方面作戦を戦っている時に、ストーンマンとその副官マイルズキーホーがジョージア州メイコン郊外で南軍病に捕らえられ、北軍では最高位の戦争捕虜になった。その後3ヶ月間捕虜になっていた。ストーンマンはシャーマン自らの南軍に対する要請で比較的早く捕虜交換となり、任務に戻った。 1864年12月、ストーンマンは東テネシーからバージニア州南西部に至る襲撃を引いた。1865年にはバージニアからノースカロライナ州に入り、セーラムや他の町を奪う。その働きが認められて正規軍の名誉少将に昇進した。その部隊はリッチモンドから逃亡中のアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスを もう少しで捕まえるところだった。1865年6月、テネシー方面軍指揮官に指名され占領したメンフィス市を統治した。そこでは、軍政府の北軍兵の中に黒人が混ざっていることに、怒ったまだ反抗的な市民の間に暴動が起こった。ストーンマンは何もしないことで批判され、連邦議会の委員会に調査されたが、潔白とされた。1866年、 ストーンマンは、レコンストラクションの急進的な政策に反対するようになり、民主党に加わった。バージニア州、ピーターズバーグで、軍政府を管理している時に、レコンストラクション中の他の軍政、ストーンマンは1866年9月に、志願兵任務から解除され、正規軍の中佐の位に戻された。その後、ドラム兵舎に本部を置く。 第一軍自治区アリゾナ方面軍指揮官となった。この期間、インディアン放棄の取り扱いのために論議を呼ぶ指揮官となり、1871年5月に指揮官職から解任された。カリフォルニア州知事時代の公式肖像が、ストーンマンは戦前には開始官として勤務していた時以来の夢だったカリフォルニア州に移転した。ストーンマンとその妻はサンガブリエル渓谷の ロスロブレスと呼ばれる400エーカーの土地に入り、その土地は現在修立歴史史跡になっている。1876年から1878年は州鉄道長官を務めた。1882年民主党員として州知事に選出され、一期4年間を務めた。2期目には党から候補指名を受けなかった。火事でその家が消失し、その出来事は 性的の仕業だという噂もあったが、ストーンマンは財政的に破綻し、健康も衰えた。ストーンマンは治療のためにニューヨーク州に戻った。バッファローで卒中を患った後に死に、レイクウッドのベントリー墓地に埋葬されている。ザ・バンドの作詞家ロビー、ロバートソンのロックンロール、ザ・ナイト・ゼイドラ・オブ・オールド・ディクシー・ダウンの中で1865年の ストーンマンの襲撃の一つに言及したところがある。バージル・ケインがその名前だ。私はダンビル列車で働いた。ストーンマンの騎兵隊がやってきて、また線路を剥がすまで。この歌は、ジョーン・バイズの録音で有名になり、バイズは檻に触れて、大変多くの騎兵隊と言っている。カリフォルニア州、アルハンブラのストーンマン・アベニューは、ストーンマンの栄誉を称えて名付けられた。 カリフォルニア州ピッツバーグ近くのキャンプストーンマンは、そこから第二次世界大戦の太平洋戦線と朝鮮戦争に多くの兵士が出発したところである。カリフォルニア州サンマリノのストーンマン小学校は、ストーンマンのロスロブレス牧場に建てられている。ありがとうございます。